いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？イケメン揃いの合コンではついついテンションが上がってしまうかもしれませんが、がっつきすぎは禁物です。ちょっとした行動が原因で軽い女だと思われてしまうかもしれません。では男性は女性のどんな行動を目にしたとき軽い女だなと感じるのでしょうか。 1. どんな話題にも食いついて、すごいね、かっこいいねと男性を褒めまくる。男性に気に入られるために自分の興味がない話題にも無理やり食いつき褒めまくるパターンです。褒められて気分を悪くする男性はいないと思いますが、行き過ぎると八方美人で軽い女に見えてしまうかもしれません。どんな話題にも食いつくのではなく、まず自分と話題が合いそうな人を探し、褒めるときは気持ちを込めるようにする方がいいでしょう。 2. すぐに彼氏がいなくて寂しいなどと言い、寂しさをやたらとアピールする。合コンが始まってすぐに恋人がいなくて寂しいことをアピールしすぎたせいで軽い女だと思われてしまうパターンです。寂しさを紛らわすためなら誰とでも付き合う女のように思われてしまうのでしょう。合コンでは寂しさをアピールするのではなく、まずその場を楽しむようにした方がいいかもしれません。寂しいと伝えるのは気になる男性と打ち解けてからにしましょう。 3. 男性の隣に座り、膝の上に手を置くなど過剰なスキンシップをする。過剰なスキンシップをした結果、どんな男性客にも優しい夜の女のようなイメージを持たれてしまうパターンです。特に男性の横に座り、膝の上に手を置くなどすると男慣れしていると思われてしまうかもしれません。初対面の男性へのスキンシップは少し控えめにしておいた方がいいでしょう。